今日はオークションの結果が出る間に本格スパイスカレーを作っていくぜ。どうもこんばんは、ゆっちです。今日は前回作った高畑のどかのオークション編です。毎度申してますが、なぜ売るのか、置く場所がないからです。チャンネル創設してから作ったプラモは約90体、さらに開けてない積みプラが。皆さんは棚大丈夫ですか？さて、このチャンネルは美少女やガンプラにいかがわしいことをしていくチャンネルです。よかったらチャンネル登録よろしくな。それでは早速オークション編始めるぜ。まずヤフーオークションを開き、出品する写真や概要欄を記入。そしていつも通り攻撃力1万でフィールドに召喚と。ここまでやるとほぼもう何もやることがない。俺はこのまま最終日までターン。甘いぞ勇気海馬。いつものデュエルの流れでは見ている方も飽きてしまうぞ。そこで俺は場にセットしたシェフ自慢の料理を発動。何？さらに机にスパイスをセットするぞ。よし、デュエルの開始を宣言しろ磯野。はい、デュエル開始。今日はオークションの結果が出る間に本格スパイスカレーを作っていくぜ。俺のターン。鶏肉をまず食べやすい大きさにサウザンドナイフ。切った鶏肉はボウルに入れ、さらにヨーグルトを 100g、ターメリックパウダーを投入、融合。パウダーがよく馴染んだら10分ほど封印の黄金室に封印。ここからはカレーの元作り。まずクミンパウダーを小さじ1、コリアンダーを小さじ1、有機ガラムマサラを小さじ1、パプリカを小さじ2、レッドペッパー少々、ターメリックを小さじ1/2、この6つのパウダーを融合。これでカレーの素が完成だぜ。さらに具材に玉ねぎをサウザンドナイフ、ミキサーに入れ大嵐、粉みじんにするぜ。下処理ができたら火を使って料理をしていく。まず神秘の中華鍋にエクゾードフレーム。そこにバター 200g と先ほど粉みじんにした玉ねぎを投入。そして生姜とニンニクを少しずつ足して焼いたら、そこにキラートマトを召喚。さらに下味をつけた鶏肉を取り出し投入。煮立ったらホイップで追加攻撃。あとは時間をかけてゆっくり煮込むぜ。煮込んでる間に最後にナンだ。ナンは無印で売っているナンの生地を使っていくぜ。作り方は簡単。粉に水とオリーブオイルを融合。あとはひたすらこねるぜ。いい感じに生地がまとまってきたら、程よい大きさに丸めて10分間寝かせ、それでから生地を伸ばしていくぜ。そして俺は、生地からクリボーを召喚。フライパンに油を敷き、エクゾードフレームで温まったフライパンにクリボーを炙っていくぜ。この効果により、焦げ目でいい感じのクリボーができるはずだったのだが、とんでもねえクリボーが出てきちまった。しかし、あとはカレーをよそれば完成だぜ。クリボーの見た目はともかく、カレーの相性は抜群にうまいぜ。だいぶ時間をかけただけはあるな。めちゃくちゃ美味しかったぜ。さて、腹も膨れたし、オークションの結果を見ていこう。何？ 189,000円。桁が、バカな。しかし、これが事実ならこのまま送るだけでいいのか。いや、いいわけないだろう。よし、おまけ作りと梱包行くぜ。ということで、今回は圧倒的な攻撃力に対抗するために無印からアクリルケースを買ってきました。これをまず開封し、プラモの箱にシャーペンで穴のマーキングをします。そこから数センチ離し、四角く囲み、カッターで切ります。切っている時には当ててるのが定規じゃねえって。家にあると思って探してたらなかったんだよ。そこでザコモンスターを入れているカンカンの蓋で切っているぜ。切れたら裏返しにしてイラストを下書き。さらに先輩や友達にご祝儀を包むだけに買ったこの筆ペンでイラストを丁寧に仕上げていきます。イラストの下にはちょっと練習した初サインを記入。乾燥したら一度消しゴムで下書きを消し、さらに書き込んでいく。ちなみにエッチなイラストを描こうとは思ったのですが、動画的に怒られそうだったため私服にしました。これをケースにしまって飾るとこんな感じ。なかなかいい感じでしょう。回転させるとうちの部屋がいろいろ映ってしまいますが、ユチの顔はもう隠してあるので映らないと思います。映ってたらそのうち動画急にモザイクになります。あと映っている椅子と机はキャンドゥの小物。
こいつらも全塗装したのでおまけで追加攻撃。最後に塗装が剥げてしまっている部分を修正。埃を取りながらプチプチにパーツを包んでいきます。細かいパーツは100均で買ってきたケースに収納。ダンボールにクッション材を引き、一番重いであろうアクリルケースから順にダンボールにパーツを仕込んでいきます。ちなみに髪の毛だけは折れそうだったので、ガチャポンのこの空の容器に入れました。あとは説明書を入れて、さらにクッション材を引いてガムテープで締めれば完成。さあエクゾディアよ、発送に行くのだ。今回も熱いデュエルだったな。はっきり言うぜ、みんなのおかげで今回も勝ちだぜ。これもひとえに動画を視聴してくれた方、入札してくれた方、落札してくれた方、皆さんのおかげです。本当にありがとうございます。今回のオークション編はいかがだったでしょうか。すごい金額で自分でもすごくびっくりしてます。あと中間に挟んだ料理動画はいかがだったでしょうか。ショート動画ではちょくちょくやって、本編ではどこかでぶち込みたいとは思ってたんです。これからもオークションだけではなく料理もちょくちょくやっていくと思うので、料理の方はこんな料理を作ってほしいぜっていうのはコメントしてくれよな。あとチャンネル登録とグッドボタンもよろしくな。それでは最後に C パートで、次回の動画でまた会おうぜ。またな。やべえ、これ夢に出てきそうだ。ごめん、クリボ。キュッキュッ言ってるんだよ。いや、決して食で遊んでるわけじゃねえんだ、マジで。ごめん、クリボ、ちゃんと食べるから。全身全霊かけて緩やかに落ちる。たとえ